分講座へようこそ。60秒以内に収まるように作っています。今回はストーブの安全ガードです。我が家で使っているのはベビーダン、ハースゲートです。ストーブと安全な距離を確保するためにもあると良いですね。これ以上近づいては危ない。これくらいは距離を取っておくべき位置に設置します。大人でも何かの拍子にストーブに手をつくなどのリスクをなくしたいので、シーズン中はこの状態です。ドアを開けるときは高温で危険なものを扱うといった意識が自然と身につきます。